今日も誰かのヒーローにジャスティスターです。お願いします。はい、本日の任務は足から想像せよ、この歌なんだけ。この任務はね、第2弾なんですけど、はいはいはい、今回は自分が司会として回させてもらいます。はい、よしくん、頑張れ。頑張って。はい、このゲームのルールを説明します。はい、はい、このゲームはまず自分が出題者なんですけど、はい、まあ歌を何曲かもう選別してあるので、はい、その歌の冒頭部分から棒読みで自分は読んでいくので、はい、皆さんには何の歌を歌っているのか当ててもらいます。はい、はい、なるほど。だからいつもはこれメロディー乗ってるから聞こえるけど、うん、まあなんか棒読みされたらわからないっていう感じでね、うん、確かに。そこピンポンって感じで行ってみましょうかね。一応ポイントは7ポイント選手。先に7ポイント選手。はい。で、まあ、夏メロだったり、最近の曲だったり。まあ、秋メロだったりね。夏だから秋とかそういうのね。どういう歌が得意とか、はい、確かにあるんじゃないですか。ショートは、うん、ヒップホップ。ヒップホップ。俺、基本ジャニーズがやっぱ好きなんで、うん、ジャニーズはおめえらなんかに取られるわけにはいかねえよ。あげるよ。あげるよ、ポイントあげるよ。あげるな。じゃあ、動きは。これはジャンルってわけじゃないんだけど、バックナンバーとか。バックナンバー、後ろの数字ね。ヒゲダンとか。もじゃもじゃね。あ、そうもじゃもじゃ男ね。2連覇のかかってる。はい。ライオさん。はい。意気込みお願いします。そうですね。僕、今までちっちゃい時から、曲の好きなやつってメロディーが好きだったの、ずっと。めっちゃわかる。わかるよね。めっちゃわかる。わかるよね。あんま歌詞とかさ、そう。見ないっていうか。そうそう、わかるよ。よくさ、女子ってさ、この歌詞がいいみたいな。そうなんだよね、多いよね。でも、俺最近、歌詞の大切さに気づいたというか、お本当に、マジで歌詞、あ、歌詞みたいな。だから、俺結構、そういう最近は歌詞で選んでるから、自信しかありません。自信しかない。はい。本当にそう。今、メロディーが、自分好きだなっていう人、俺は一個先に進んでるぞ。じゃあ早速、はい、ゲームに行ってきます。おい、はい、それでは、任務へ、レッツゴー。じゃあ早速いきます。はい、よっしゃー、シェイ、いきます。はい、空にある何かを見つめていたら、いや、空に、はい、はい、ベテルギウス。うわー、素晴らしい。正解。いや、すげえ。早かった。聞くの有利と。いや、俺この歌好きなんだ。なるほどね。俺も好きだったんだけど。ほんとかい。いや、ちょっと俺全然それ聞いてないから、お前らそれは有利だわ。あー、うまいね。次行きます。はい。踊る暇があったら発明。はい。エジソン。正解。正解ね。最初の曲っしょ。知らないんだけど。TikTok 今流行ってる。踊る暇がなんとか発明。知らないでしょ。わからんわ。TikTok。あ、お前。はい、次行きましょう。よ。行きます。はい。熱を奪っていく。熱を奪っていく。はい。路地裏の香りが。分かった。もう歌は分かったんだけど。昨日までの僕。え、熱を奪った。ダイス、ダイス。お、え、ダイス、ダイスやな。ダイスの曲名がマジで忘れた。シトラス。正解。じゃあ、サビ歌っちゃっていいですよ。離さないって決めたから守りたいって言ったのさ。今みんな1ポイントずつ。そうね、みんな1ポイントずつ。はい、いい勝負ですよ。よし君出ろか。当たり前だ。よし、はい、いきます。はい、はい、いつまで子供のままでいる。そんなこと。はい、お、ピーターパン。正解。いきます。はい、はい、強くなれる理由を知った。あ、はい、お、グレンゲ。正解。え、さあ、よくわかったな。お前ら集中足りないよね。全集中の呼吸楽しんだ。わあ、うまくないし、一緒。別にいいよ、鬼狩りしたくねえから。おお、うまくねえ。うまくねえ。それはうまくねえ。鬼狩りしたい。いきます。はい、どれくらいの値打ちがあるだろう。はい、あ、うわ、お、花火。おお、あ、一気に。あるだろう。500円。いきましょう。一気に安っぽい歌だ。もう4ね。あいつによって俺何でも安くできるから曲を。ほんと？うん。でもなんか、じゃあなんか軽く歌ってみ。何でも俺安く歌してやるよ。雪を翼に込めて。メモリー。かっこよくなってる。かっこよくねえよ。いきます。はい、ゴー。離れてる気がしないね、君と僕との距離。なんだっけ、なんだっけ。目をつぶっていても、うん、わかるよ。声でわかる表情。あ、はい、お、一心伝心。正解。
ました。いきまーす。泣いていいんだよ。はい。お、はい、虹。あー、マジで、マジか。すごい。泣いていいんだよ。あ、そっちの虹、ね。そんなぬめっとしてた。あ、宮迫が歌ってるバージョン。そうだ。泣いていいんだよ。そこあるよ。うまいんだよね、結構。うまいうまい。渋い感じが。はい、5ポイント目。やばい、よっしゃ。いくよ。はい。サボり方とか、甘え方とか。はい。何？伸びしろ。正解。サボり方とか、あれだよ、クリーピーナッツ。あ、そう、入りそれなん？そう。マジか。DJ 松永で。うわー、クリーピーナッツか。よく分かったね、ゴーキー。ね。伸びしろしかないな。伸びしろしかない。伸びしろしかないわ。伸びしろしかない。出てる。出てる。言ってるだけだよ。もっと音抜かないと。いきまーす。はい。向かい風の中で嘆いてるよりも、ね、うまくいくことを想像すればいつの日か変わる時が来る。なんだ、聞いたことある。聞いたことある。夢中で生きてたら、うん、何気ないことで、え、言っていいかしら。はい、お、ハッピー、正解。マジで出なかった。全然向かい風の中で、あ、めっちゃ聞いたことあった。走り出せ、うわ、危ねえ。これ歌詞もいいけど、やっぱメロディーで覚えちゃってるとか。そうだね。そっか、だから出てくるんだ。テンポはいいやつほど、ね、多分それゆっくりやると全然わかんなくなる。今何ポイントだ俺。 6? 6? 1。やばい。1。マイケル、いきます。はい、はい、涼しい風吹く青空の匂い、今日はだらっと過ごしてみようか。え、風鈴がチリン。なんじゃ、風鈴がチリンはもうひまわりの黄色。はいはいはい。青と夏。正解。よっしゃー。涼しい風吹く青空の匂い、今日はだらっと過ごしてみようか。風鈴チリンどこ。うわ、来た。ひまわりの黄色。いや、マジか。いや、何、ミスターブルーオレンジ。はい、ミセス。違うよね。全部違う。いきます。はい、ヘキサゴン、停電。はい、ピンポン。はい、島田紳助。いきます。はい、来ました、ゆきな。いきます。はい、羽ばたいたら、はい、お、あ、はい、ブルーバード、ブルーバード。いやー、あぶねー。素晴らしい。いきます。はい、はい、ラスト決めてやるぜ。君とのラブストーリー。はい、おい、あ、はい、階段の、はい、あーって、4 3 2 1。同期グッバイ、ヘドベプレテンダー。優勝者はダイくんです。やっぱ歌詞はメロディーでしか聴いてないあなた方お子様には負けるわけないんですよ。まあね、音楽っていうのは歌詞が大事と書いて音楽と呼びますから、まあ、これからは歌詞を重要としてして頑張ってください。はい、はい、ということでお疲れ様でした。はい、まあやっぱり予想通りダイくんが2連覇しちゃったっていうのは、ね、はい、強いですね。結構翔太は10年代ぐらいの曲が得意じゃん。なんか1910年代のボールみたいな。うるすぎだろ。なんで翔太はそんなだって適当に来たんだよ。惜しくもね、背中は見えてたけど負けてしまったゴーキー。はい、はい、なんか感想。いやー、マジで最後ヒゲダン答えられなかったら悔しすぎるわ。それはもう、しかも得意って言っちゃったんですよね。聞くって言ってたのに。やばくない？しかもプリテンダーってめちゃくちゃ有名な曲だ。超有名だね。しかもさ、あの最後の締めもムカつくし。ゴーキーグッバイ。グッバイ。マジで嬉しいから。第3回やったら絶対勝ちます。あ、いいね。じゃあ最後ライクの締め一言お願いします。はい、ということで僕たちやっぱ今回は他のアーティスト様のクイズをやりましたけど、これから僕ら作詞作曲が得意なゴーキーくんがいるので。おい、またそれかい。全然得意じゃねえ。やったことない。やっぱ色々僕らもオリジナル楽曲作って、はい、僕らのオリジナル楽曲をみんなに聴いてもらえるように。それは夢だけど。頑張っていきましょう。はい、OK ですか。はい、ということで、ジャスティスさんの曲に進みましょう。はい、オリジナルソング1曲目。オリジナルソング1曲目。いや、せーの。ジャス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 ティスタ、ジャス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 ティスタ、ジャスティスタ、ジャスティスタ、バイバーイ。最後まで動画を見てくれてありがとう。みんなもぜひドライブ中などにやってね。それでは次の動画で、バイバーイ。